今日は私が立って説教をしようかなと思ったんですが、僕、あの約あさってで10週間になりますね、アキレス腱を切って10週間になるんですが、あ妻にあ今日は立ってやろうかって言ったら、怒られました、今日も座ってやりなさいとあの、怪我したので結構怒られてるんですね、その。なので、妻の言葉に今日は従い、今日は座って、まあ、次回からは立ってあできるかなと思いますけれども。はい ヨアネ3章をこの数週間一緒に見てきています。ヨアネ3章、今日は最後の部分ですね。22節から36節を見ていきます。先週までがニコデモとの話がちょうど終わって、その以降の話になっていきます。今日はも,もっと大きな人生の目的というタイトルでメッセージを語らせていただきます。人は常に 人生について悩み考える存在だと思います。皆さんはどうでしょうか人生についていろんなことを考えますかあ小さい頃は大体ナイーブな考えをしますよね。あ何をすれば人生を無駄にしないで生きられるのとか、あ何のために生きるべきなのかを考えていきます。最初は結構純粋なところがあるかと思います。でも、ちょっと年を取って現実的になってくると、これがどう変わるかというと、どうすれば。 もっと幸せに生きていくことができるのかを考えていきます。どうすればもうちょっと楽な人生を生きることができるのか。最終的に言えば、どうすれば最も満たされる人生を生きていくことができるのかを悩んでいきます。人間ってそういう存在だ,だと思います。でも私たちには罪深いところがあるので、どうしても この自分の人生が満たされないと欲求不満が溜まっていくんですね。これ満たされない、満たされない、だんだんフラストレーションが溜まってくるということです。そして、ある人は自己憐憫に陥る人もいます。Self、自己憐憫にに陥る。先日日日火曜曜と水曜日に 9月にリトリートに行くのでリトリートの視察で御殿場に行ったんですね家族で行きました御殿場にそして視察のためにサファリーパークに行ってきましたすごかったですでもサファリーパークに来たときに朝まだ11時なのに娘のエレナちゃんがお腹が空いたって泣き出したんですねなので私たちはそのサファリーパークの中でレストランを探してエレナちゃんだけを食べさせていましたで両親も2人とも見てるわけですエレナちゃんが食べるのを そして食べ終わって車に乗ってまた私たちは夫婦で食べなきゃいけないのでこれからどこに行くのかといたらレストランに行くというふうに言ったらエレナちゃんがえ行かないって言うんですね行かない絶対行かないって言うんです本気にレストラン行かないって言い出して泣き出したんですよ。 自分は先に私たちは朝11時にまだ早い時間帯に自分が食べれるように見てやったのに自分は絶対レストラン行かないって言うんですね。両親食べなくていい行かないって泣き出すんです。そして泣き始めて完全自己憐憫に陥ってるんです。子供が3歳の女の子が見てませんよね、今。<laughs> あのエレナちゃん今。自己憐憫人間がどれだけ自己中心であるかを見せてくれる例だと思います。自己憐憫に陥っている自分が満たされないと。 私、2007年度にアメリカで新学校を終えた後に、ちょうどその時日本に帰ってくる前に韓国に行って教会で奉仕をしていたんですが、2007年度8月に、まあ、アメリカ・フィラデルフィアから韓国のソウルへと引っ越していきます。ソウルにある大きな教会に行くわけなんですが、大きい教会で教職者として5年契約で最初行きました、5年契約。で契約内容にはいろいろ入ってたんですが。 なんか教会なんですけどいろいろ、そういう企業みたいな感じで家の家賃を出してくれるとか、コンピューータ車を買ってくれるとか、コンピューターを買ってくれる、PDA を買ってくれる、そういう契約内容が入ってるんですね。でも、ソウルに着いたときにすぐにその家が与えられたわけではなくてあその家を自分が見つける前に、まあ、あるワンルーム、教会の人の親族が使ってたワンルームに私が滞在することになったんですね、最初の数週間は。 でもこれがものすごく大変だったんですよ。冷蔵庫がなかったんですよ、まずワンルームに。そのそこで多分3、4週間ぐらい私住んでたと思うんですが、冷蔵庫がありません。料理ができるガスがありません。スーツを毎日のように着てるんだけど、アイロンがなかったんです、そのうちには。アイロンはないんだけど、なぜかケーブルテレビはあるんですね、そのワンルームに。ちょっとどうかおかしい。でシャワーをするたびにあ水が流れません、なかなか。 1>, 1回そのバスルームの方で洗濯機を回したんですが洪水にな,なりそうになったんです水がたま,たまってきてで 8, 8月の末だったんですがあエアコンがありませんでしたで扇風機をつけてもなかなか涼しくならなかったので窓を全部開けたんですが窓のスクリーン窓が穴が開いてたので蚊が入ってきて夜は蚊との戦争それが3週間続いたんです顔とかも刺されて大変だったんですねでこういう状態になるんですの人はどう考えるかというと ちょっと話違うんじゃないかと。で、これ5年契約で来たら、これよりはマシなね、扱いをして、おもてなしをしてくれないという風になっていくんですね、人は。で、5年契約で連れてきたら、もっとマシに。で、これを通して私は自己憐憫に陥りそうになったんです。私ってかわいそうだな、なんてかわいそうなんだって。今、ね、フィラデルフィアからソウルに来て。 ななんんてかわいそうなんだ英語でよくこういう表現あ,るありますけれども I deserve better わかりますか ?I deserve better もっと良い扱いをされる価値がある人間じゃないかというふうに皆さんこれわかりますかこういう気分って満たされないと欲求不満がたまってか自分がかわいそうになる本当にかわいそう最近日本でも CM 流れてますよねスポーツくじの CM でマツコと深田京子が CM で、マツコが私もう幸せなのって言ったら、深田京子がこう言うんです。お姉ちゃんはもっと幸せになっていいのって言うんですね。<laughs> これ分かれば、この真理分かりますか、皆さん。まるで私が幸せになるのが人生で一番大事なことのように見せてるんですね。もっと幸せになっていい。何か悪いことあると、ああ、自分かわいそうかわいそう。なぜ人はこのように自己憐憫に陥るのか。 今日の聖書箇所を見ますと聖書が私たちに何をどんな真実を教えているのか実は27節を見るとヨアネという人がこういう告白をしています人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできませんって言うんですねで実はこの箇所だけを深く黙想するだけでもう十分自己憐憫から抜け出ることできると思います 全ては天から来る、それを目想するだけで、ただ今日の箇所はそこでとどまりません。それ以上に今日の箇所は私たちに何を教えているかというと、まずこれを教えます。これちょっとある人にとっては衝撃的なことかもしれません。あなたがこの宇宙の中であなたは中心人物ではないということを今日の箇所は教えています。さらに もっとくぐっていけば何を教えてくれるのかあなたの人生の主人公はあなたじゃないっていう風に今日の歌詞は教えるんですねあなたの人生の主人公あなたじゃない自分かわいそうかわいそうと思ってるあなたにあなたの人生の主人公はあなたじゃありませんっていう風に今日の歌詞は語っているんです今日はこのバプテスマ・ヨアネと呼ばれる人の話を通して私たちを自己憐憫に 落ちさせることなく本当に私を満たしてくれる私たちを満たしてくれるものは何なのかを一緒に探していきたいと思います今日の箇所ヨハネ3章なんですがちょうど21節でニコデモとの会話が終わり22節からこういうふうにストーリーラインが続いていきます その後、イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在して、バプテスマを授けておられた。バプテスマっていうのは、洗礼を授けるということです。水で人々を千年を授ける。そして23節で見てみると、ヨハネも一方、ヨハネもサレムに近いアイノン,アイノンで、 ヨルダン川の西側ですね、アイノンの方で、イエルサレムからは北側です。そこで人々に洗礼を授けていたということがわかります。ここに出てくるヨハネなんですが、あこのヨ,ヨハネの福音書を書いたヨハネでは弟子ヨハネはではありません。イエス、キリストのイエスのいとこなんですね、このヨハネは。 バプテスマ、洗礼を授けているので、バプテスマのヨハネとも言われます。そのヨハネのことを指しています23節では。一方、ヨハネも洗礼を授けていた。2つに葉が分かれるんですねイエスも。イエスの弟子たちも洗礼を授けていて、ヨハネの弟子たちも洗礼を授けている。そんな遠くないで。ヨハネという人は、当時ものすごく有名な伝道者でありました。そしてものすごくアグレッシブな伝道者でもありました。 彼はまあ最近、21世紀には罪人に対するなんていうのかな罪人の耳に優しい教会が増えていると思うんですが、ヨハネは正反対だったんですね。人の罪を指摘するのが、まあ、特技だったのかな。なので、あまりにも人の罪を指摘しすぎて、後で首が飛んだのがあこのヨハネという伝道者です。王様によってあ殺されてしまう運命になるんですが。 このヨハネという人が2000年前にイスラエルに登場したときにものすごく知名度のある一番有名な伝道者として知られるようになっていきますだんだん人気が上がっていってまあイスラエルの人といえばこの人は知らない人がいないというぐらいの知名度が彼にはあったと思います当時はでかなり人気があったんですがこのヨハネ3章に来ますと その人気が少しずつ衰えていくのが分かります。この後から分かってくるんですが、でも、23節まだ見ると、人々は次々にまだやってきてってあります。23節。まだそこまで人気は落ちてないって、まだ維持してるってことが分かります。ただ、ここからだんだん落ちていくんですね。25節、26節見ましょう。節26 それで、イエス、ヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。そして論議した後に、26節彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください。ヨルナンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして、皆、あの方の方へ行きます。今、弟子たちが何を言ってるかというと、 あのイエスという人先生が証言なさった方の方へみんなが行きますちょっとオーバーしていってますよねかなりみんながあの方へ行っていますよというふうに言いますここで見ると少し前はものすごく人気があった人が人気がだんだん落ちてきて人々がだんだんイエスの方に流れていくというのが分かります27節続いて ヨハネは答えて言った人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできませんヨハネの弟子たちはイエスを競争相手として見ていましたどっちの方が大きい教会できるかなというようにイエスの教会の方がヨハネの教会どっちが大きくできるかな牧会をそして人の足が途絶えることを心配していたんですねヨハネの弟子たちは。 こ,うこのまま人気が衰えてきて私たちの働きはなくなるのではないかしかしかなりヨハネは落ち着いていってます弟子たちはもうパニック状態になりそうなんだけどヨハネは人は天から与えられるのでなければ何も受けることできませんそして28節あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの承認です 私はキリストではありませんというふうにもう一度リマインドさせるんです自分の弟子たちにこれどういう意味かというと私が主人公ではないということを明確にヨハネは自分で言っているということなんですよヨハネの福音書最初1章から見ていきますとヨハネ,がヨハネバプテスマのヨハネが紹介されるんですが何度も繰り返し 自分の口から私はメシアではありませんという告白が一章の内容から出てきます。何度も強調されて出てきます。それはなぜこのヨハネを書いたヨハネがなぜバッテスマのヨハネはメシアではないということを何度も一章にも三章にもなぜ二度も書いているのかそれはこのヨハネが1世紀イスラエルで絶対的信頼と人気を得ていた伝道者だったからです。 人々にイエス知ってますかヨハネ知ってますかヨハネっていうのは歴史書にも出てきます。ヨセフスという人も知っていた、かなり知られていた伝道者でした。だから続けて人々に訴えているんです。ヨハネはメシアではありません。一章の内容でも人々がヨハネに来て聞くんですね。あなたは誰ですかメシアですかエリアですか預言者ですかあなた何なんですかと ヨハネの福音書が強調して言いたいのはメシアただ一人です。救い主、私たちの救い主ただ一人、イエスだけですというのを強調して言ってるんです。その教師が、バプテスマのように、その教師がどんなに素晴らしい牧会者であっても、私たちの救い主はキリストただイエス一人だけですというのを強調して言ってるということなんです。これがどういう意味か分かり,、ま、分かりになるでしょうか ?17 年前に私、大学1年生の時、 17年前、カリフォルニアの方で大きい教会、サドルバック教会を訪問する時機会がありました。決してこれはその教会を批判する話ではないんですが、まあ、一部分ちょっと残念なことがあったかもしれませんが、その時きに、まあ、日本の信徒たちと一緒にサドルバックを訪問したんですね。でその時副牧師が1人出てきて、私たちを迎え入れて、こういうふうに私に、私、通訳をその時していたんですが、こういうことを言ったんですよ。 おう、h a t Rick Warren の、huh? ことですよ。これは、これは、あなた方は、その、リック・ワーレン・牧師が成し遂げたのを見に来たんですね。結構すごいですよね。見てください。その時もうすでにメガチャーチだったので、17年前に。でその時、私、大学1年生だったんですが、首をちょっとかしげた記憶があります。その、進学的にまだまとまってなかった大学1年生でも、それが何か違和感があった。えリ、リック・ワーレン先生が成し遂げた 皆さんどうですかそれを聞いたら皆さんだったらどうだったでしょうか違和感があったでしょうか皆さん27節を見ると27節を照らし合わせてみてください。27節を見ると人は天から与えられるものでなければ何も受けることができませんって最も当時人気があった伝道者であるヨアネ自身が言ってるんですね。何も自分の力で成し遂げたもの何一つありませんっていうふうに言ってるんです。しかし人間は 他の方に錯覚すするる場合もあとということです数年前にある姉妹がから話を聞いたんですがその姉妹もともと若い時からクリスチャンである教会で信仰生活していたんですねでその姉妹が引っ越しをしたのか違う教会に行き始めてメガチャーチに行きだしたんですメガチャーチでメガチャーチに移って、まあ、礼拝の雰囲気す素晴らしいしそしてそこの担任・先生があまりにも素晴らしいト、まあ、遠くから見てるのでものすごく。<laughs> 数,数十メートル少なくても。霊的にあまりにも素晴らしい。優れている。で彼女自身で思ったそうです。この先生から洗礼を受けたい。で彼女、もともとクリスチャンです。もう洗礼を受けている人なんですで。メガチャーチに来て、先生あまりにも素晴らしいので、私、洗礼を受けたくなった。で洗礼を受けるその手順としては聞かれるんです。あなた、過去に洗礼を受けたことがあるんですが、彼女、嘘をついたのか、二度目の洗礼をその教会で受けることになります。なぜ、その担任の先生から洗礼を受けたくなったから。 皆さん、この28節でこの世に生まれた教師の中でイエスに最も称賛されたヨハネが私はキリストではないっていうふうに言ってるんですよ。私、救い主ではありません。その意味がお,お,お分かりですか皆さんには。皆さん、牧師の偶像化って分かりますか牧師の偶像化尊敬された教師が あまあ亡くなってその方をまるでその時代の救い主だったかのようにあ褒めたたえること今日も見られることです牧師の偶像家このヨハネ自身が言ってるんです人は天から与えられるものでなければ何も受けることできませんその告白が教える真実は全ては天におられる神から来るものであり そして28節を正確に解釈するのであれば全ての誉れと栄光を受けるべき方はイエス・キリスト一人お一人だけですということが言えるはずです28節でヨハネが訴えているのは私は主人公ではありませんということです私は主人公ではありませんただその前に使わされたものですというふうに言います私主人公じゃありません ローマ12章3節にこのような見言葉があります。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおののに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。誰も自分の能力が優れているとか思い上がってはいけません。思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんって言うんですね。 である意味、ヨハネは自分の人生がどんなものなのか把握していたということです。自分の限度がどれぐらいのものであるか、私は主人公ではありません。ただ、その前に主人公の前に使わされたものに過ぎません。という,ふうに言います29節。花婿を迎える者は花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて、 花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。自分を、ヨハネはここで自分を花婿の結婚式の花婿の友人としてあ自分を紹介してます。自分の比べています。まあ、ベストマン、結婚式のベストマンですね。結婚式の主人公は別にある。 自分はそのイベントを手伝う扱い人の友達である花婿の友人であるそしてその結婚式がうまくいって花婿が喜ぶのを私が聞くとそれは私を満たしますというふうに言いますわかりますか花婿の声を聞いて大いに喜びますそれで私もその喜びでその喜びっていうのは花婿が今喜んでいるんですイベントがスムーズに行われているからその喜びで私が満たされるっていうんです 主人公が満たされて自分が付き添いの人が喜んでいる簡単に言えば簡単神学的にまとめると If Jesus is happy, I'm happy もしイエ,スイエスが嬉しいのであれば私も嬉しいですという意味ですこれが彼を満たすものであったということがわかりますまず。 例え,で考えてください。アメリカの大統領は、まあ、こんなことはありえないと思うんですがアメリカの大統領が皆さんに来てあなたを車を貸してくださいと聞いたとしましょう皆さん何と答えますかアメリカの大統領オバマ大統領が来てあなたの車を貸してください普通の人だったらえって <laughs> 思いますは <laughs> なぜ私の車をなぜ私のボロい車をでも必要なら喜んで多分渡すと思いますよ ここで絶対嫌だっていう人いますかオバマの大統領に車貸してください。絶対嫌だ。私、車使わなきゃいけないので絶対嫌だ。大体の人はここでお役に立てれば何よりですという態度をとって、多分渡すと思います。多分車自分の車を運転してるの記念写真撮るでしょう。オバマ、私の車を運転した。<laughs> なぜかわかりますか一般的な認識は自分より 大統領の仕事の方がはるかに重要だということを認識があるからです。あなたがどんなに重要な仕事をやっているのかわからない。しかし、まあ、客観的に見れば大統領のやっていることの方がはるかに重要である。ここでヨハネが何を言いたいのかというと、イエス・キリストに少しでもお役に立てることであるならば、そしてその喜びがあるなら私をそれをそれが私を満たしてくれるって告白してるんです。 アメリカ大統領がまあ関わっている領域は大きいものだと思います。かなり大きいものでしょう。しかし、聖書が言うには、イエス・キリストは手を持ってこの全宇宙を治められている方である。今日の35節でも何を意味しているのか。35節で万物を巫女の手にお渡しになっている。万物を治めておられる方だということがわかります。 その大統領とか惑星の王様レベルではないということで31節でもヨハネは強調してイエスは上から来られた天から来られている方だということを強調しています34節へその方が語る言葉は神の言葉であるこの方に少しでもお役に立つのであればどれだけ大きな栄養なのかそしてヨハネはこのイエスの バックグラウンドにだんだん薄くなっていく消えかかっていくことがわかりますだんだん自分の存在が弱まっていく。これがヨハネの告白です。でも皆さんの中にはどんな思いがあるのかわかりません。それでも私たちの中にはその狭い視野で。 自分の人生、自分のじょ状況だけが見えて自分が直面している問題しか見えない人もいるのかもしれません神がいてもいなくても関係ない私の,私の人生の主人公は常に私であってそういう視野しか持たない人もいるのかもしれませんでも面白いことにノンクリスチャンの人の中で何か満たされないそれでは満た自分にフォーカスを置くと満たされないということを見つけた人たちがいるんですね。 カナダ人哲学者の中でスティーブン・ジェンキンソンという人がいるんですが彼ノンクリスチャンです。神を信じてない。彼がこんなことを言ってるんですね。皆さんのアウトラインにあると思うんですがノンクリスチャンがこんなことを言います。まず英語で言いますね。英語の方が的確に捉えているので。The devotion to personal contentment is the depression machine. It generates the depression. 人が自分の幸せに向かって 一先進だから一生懸命自分を注ぐことですね。自分の幸せに向かって自分を一生懸命注ぐと、それはうつ病を作り出すマシンである。それはうつ病を発させるだけだ。って言うんですよ。人が自分を見つめて、自分一人の幸せのために一生懸命走って向かっていく最後に待っているのはうつ病だけだ。っていう,うに哲学者が言うんですよ。皆さん、一人で8000円のうなぎ丼を食べる人いますか 1一人で、ああ、これうまいな、1人で。<laughs> 日本にはいる,いるかもしれませんね、本当に。いるから怖いですよね。8000円のうなぎのあーた自己満足してる、ああ、自分で食べて。でも、それを食べて、次の日も食べて、それを分かち合う誰一人、友達がいないっていうのは、ものすごく寂しいことです。自分を満たすだけでは最後に待っているのはうつ病だということです。結局うつになってしまう、自分を満たしてるんだけど。 ある金持ちの人が実際に私の知り合いなんですがお金をいっぱい稼いで数十億円の建物ビルを自分の30代の娘に買ってあげるんですね数十億するビルディングをでも自分が、まあ、自分すごい偉いことしたねって思ってるんだけども何かものすごい寂しい思いに包まれたんだそうですその後に誰も私の肩を叩いてよくやったとか褒めてくれる人が誰一人もいなかった 彼女や、やもめなんですね。夫が前に亡くなって、誰も家族がいない。その寂しい思い、何か自分が偉いことをしたんだけれども、何か寂しい。一人で何やってるんだろうということを、2年前、私が伺った覚えがあります。自分を満たそうとして、自分の家族を満たそうとした、一生懸命すべてを注ぎ込んできた。しかし、満たされなかった。 自分の人生を幸せにするために引っ越しをしてきたとか遠くまで学校にいた行った遠くまで移転してきた結局そのまま走っていっても最後はうつ病が待っているのかもしれないといううにノンクリスチャンの哲学者が言うんですもう一人バナード・シャーという1920世紀のアイルランドの作家ノーベル賞も受賞している人です彼もノンクリスチャンなんですがこんなことを言ってるんですね 人生における誠の喜びは、真の喜びは、偉大だと思える目的のために生きることであるって言うんですよ。これ、ものすごいインサイトのあるノンクリスチャンの方でも、まあ、ノーベル賞を取った作家なので、人生における誠の喜びは、偉大だと思える目的のために生きることである。この英語の表現では、偉大な方っていう,うになってます。マイリ e ビ n ン。 つまり人は自分以外の自分以上大きな目的を見つけない限り人は誠の喜びを見つけることができないという聖書の教えとマッチングしています内側を見て満たされることがないいつまでも私の幸せのために一生懸命走っていく走っていくしかし満たされることがない逆にうつ病になる人もいる今日の箇所で見るヨハネは 自分の人生よりはるかに大きなもの、はるかに大きい方を見つけています。そして私は私の人生の主人公ではない。でも、この方の喜びが私を満たしてくれる喜びでありますように告白しています。だから30節のような告白ができるんですね。30節あの方は盛んになり私は衰えなければなりません。それでも私はそれで満たされることでしょう。 結論付けましょう。イギリス人宣教師で中国に向かった宣教師 C.T. スタッドがこんな言葉を残していますたった一度の人生速やかに過ぎ去るただキリストのために行われたものだけが永遠に残るたった一度の人生速やかに過ぎ去っていくただキリストのために行われたものが永遠に残る クリスチャンの中では救われて早く天国に行きたい。なぜこんな苦痛な人生を生きなきゃいけないんだ。地上でも役割があるとしても結構人生は大変大変というクリスチャンもいると思います。天国の切符が手に入ったんであればなぜこの残りの人生を生きなきゃいけないんだ。聖書が何て言ってるかというと、ヨハネ6書27節にこう書いてあります。なくなる食物のためではなく、 いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子がイエスがあなた方に与えるものです。聖書が,聖書が言うには今まだ天国に行かなくてもこの地上にいたとしても永遠に残る残せる仕事があるっていうんです。 永遠に残るものは聖書が言うには神の御言葉と神の国であるというふうに言います。あなたがこの地上で神の国のために使えるのであれば、それは永遠に残る、決して無駄になってなくなるものではないというふうに言います。私の残りの人生10年、20年楽しく生きようとは少しまた次元の違う話だと思います。それ以上にそれよりもっと大きな価値のあることであるというふうに言います。 皆さん2000年前にこの世を作られこの世から最ももてなされなければいけない王の王、主の主イエス・キリストはこの地上に来られましたヨハネの告白のように最も盛んにならなきゃいけない方が私たちを救うために十字架の上で衰えた方になられました それはもてなされる価値のない私たちがいずれイエスと共に栄光へ入ることができるようにと私たちが使えなければいけない方が私たちに使える方として来られました皆さん霊的な目を開いて自分より大きなものを見てください 自分の人生の計画よりももっと大きい神の計画を見てくださいそしてその大きな計画の中にある皆さんの人生を見出してくださいそれを見ない限りあなたはいつまでも自分が人生の主人公だと錯覚して生きていくことだと思いますそしていつも自分がかわいそうかわいそう不満に包まれる人生を生きるかもしれませんしかしイエスが人生の主人公であり私はその前に後ろに使わされたものだというふうに 考えると、主のために使いながらその喜びに一緒に入ることができます。みんな私たちも、私たちの人生が衰えても、イエスにスポットライトが与えられるのであれば、私はそ喜びますという告白ができることを願います。一緒に目を閉じて一緒に、すごい今日のメッセージを思い出したいと思います。